ということで本日は海鮮食堂太陽さんの動画ですね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。こちらはおまけ動画になっております。この右手ですけど、お店あるのこの右手にあったお店の方で大きな海鮮天丼いただきました。台の方いただきました。美味しかったです。ということでこちら今回は辛口動画ということで、さすがに人気店あんまり辛口で言うこともさすがになかなか難しいですね。人気あるっていうだけあって辛口っていうのは難しいですが、1050円高いとも思わないですし、あのボリュームだったら普通に中ですいませんいくらだったから、中小小さい方でいくらでしたっけ、小さい方で800円ぐらい、多分それでも全然ボリュームは結構あるので美味しいかと思います。なので皆さんあんまり悪いこと言うことがないんですが、まああえて言うなら場所が分かりづらい場所分かりづらいって言っても、漁港なので、まあ、今本当に漁港から出てきたところなので逆道行っていただければ分かりますが、まあ、漁港らしい食堂ですよね。漁港の食堂いろいろ有名なのがありますけど、まあ、一番有名だったというか那覇の港にあったハブ食堂さんは残念ながら潰れてしまいました。潰れたっていうかそこはなんかいろんな絡みがあってなんかなくなったみたいですが、撤退っていうかなくなった、うん、すいませんちゃんと分かってませんが、これ人一人ウインカー出してるけど左に曲がるということで、これ2車線でしたよね左のウインカー出してる人がいたんですが、間違ってたのかな、僕が間違ってるのかな、すいません間違ってたらすいませんが、ということでということでばっかりですね、これから、この後実はライブ配信をするつもりなので概要欄に忘れてなければ貼りますが、ライブ配信うまくいくか分かりません。まあその前に太陽さんの感想をもうちょっと言って、まあ結構動画内でも普通に褒めちぎったので褒めちぎる以外はあまりありませんのでこれぐらいにしとこうかな本当に美味しいです本当色他のやつ僕多分2回3回目そんなに回数来たことないんですよね。結構身近な場所にある割には来てないんですよ。まあそれなりに値段がするといえば値段がする、安くはない、800円とかだとそんな安くはないですよね普段の、まあ、食堂でご飯食べれば500円600円ぐらいか、お弁当だと500円しないぐらいで食べれることを考えるとやっぱちょっと高いですよね。なので一人飯ではなかなかちょっと上等な感じですけど、店あそこ多分どんどん広げてるんですね。最初入ったところとあと、動画内で、QR コードの決済こんだけありますっていろいろ使えますってしたのが横の建物なんですけど、横の建物と多分中でつながってなくて一度外出てて店の人が言ってましたなので人気でどんどん広げてるような状態ですね。昔はあの横のところが外だったのかな、なんか僕外で食べた記憶があるんですよね昔。半分外だったのかな、でも屋根をつけて、まあ、快適に涼しくいただけるようになったのかもしれません。一応外席もなんか2つぐらいありましたけど、こんな外席狭かったかなと思いながら今回お伺いしました。ということでライブ配信の話にちょっと戻りましょうか。ライブ配信中も同じこと言いそうな気はするんですが、今回、まあ、前回ライブ配信を沖縄市でスタートして、すみません、アーカイブ残さずに消してしまいました。本当に最初の公演は絶好調だったんですけど、公演で撮影した後、北谷の方に向かおうと思って移動してたら、どこだったかな、国体道路を走ってて、多分アリーナを過ぎたぐらい、その手前ぐらいからかな、もう電波が悪くなって途切れたんですけど、なかなか復活せずに、
北谷の一度図書館があるところに行って再接続を試みたんですけど繋がらず、まあ、もし見ていただいてた方いらっしゃるかもしれませんがコメントに書いたんですけどアラハビーチに行ってからもう改めてもう全然繋がらなかったのでもう改めて、移動配信やめて、散歩だけの配信にしようと思ったんですけど車移動はやめてですね思ったんですけどアラハビーチでも全然繋がらなくてですね楽天モバイルのテザリングでやってたんですけど実は楽天モバイル自体からも配信しようとしたんですけどなぜか配信できなくてですねもうすいませんっていうことで諦めました。で理由が多分これはライブ配信でも言うと思いますが理由がですね多分楽天モバイルのパートナー回線エリアのこのお昼の時間帯、まあ、今日も配信しようとしてるの12時からなんですけどお昼の時間帯は相当電波弱いのかなと、まあ、特に、まあ、こう動画を見るとか動画を配信するとかそういったちょっとスピードがそれなりのスピードが必要ななんかめっちゃ混んでるものに関してはちょっと厳しいのかなと思いました。パートナー回線で今回はパートナー回線エリアはあで沖縄市のスタートしたところは実は沖縄市も結構もう楽天回線エリア広がってて沖縄市は結構広いんですね。で北谷町がほとんどまだパートナー回線エリアでで宜野湾市も途中までパートナー回線エリアで浦添市、那覇市はもうかなりの範囲が楽天回線エリアなので、沖縄市の楽天回線エリアにいた時はそこそこ配信安定してたので、まあ、移動してないっていうのもあると思うんですけど今回はちょっと楽天回線エリアに入ったところでライブ配信をやってみようということで本日はこの辺ちょっと不安定なとこなんですけどパートナー回線エリア入り混じってるとこなんでこの辺をスタートはやめて、楽天回線エリアだろう、このパルコを過ぎたところの駐車場多分この前チラ見したら空いてたと思うので空いてるかなもしかしたら緊急事態宣言だったら閉まってるのかもしれない。本当はカーミージーの駐車場に停めてこの辺のカーミージーこの下カーミージーで海が綺麗なとこなんですけどこの辺でスタートしてもいいのかなと思ったんですけどこの辺がですね楽天回線エリアとパートナー回線エリアがなんか入り混じってた微妙なところなんでその一番危険な微妙なところは避けようと思ってパルコの向こうに行きたいんですが予想以上になぜか混んでおります。なんでこんな混んでるんだろう。昼間に事故でもあったのかな、まあ、進んではいるので大丈夫だと思うんですがこのまま行けなかったらライブ配信がスタートできませんか。まあ、よく通る、西海岸道路ですねこの場所はバイクも 50cc のバイクは通れません。中型 125cc 以上になるかな。ちょっとバイクのことあんま詳しくないんですけどぐらいじゃないと通れない道ですね。次の信号までが自動車専用道路になってます。でここ次の信号からは普通に通れます。今サイレン聞こえた。違うか。なんかあったのかな。なんか異様に混んでる気がしますね。こんなに混んでる場所では土曜日じゃない火曜日の平日の昼間にここまで混んでる道じゃないはずなんですが海はいつも思いますけど配信
こういうところって海チラ見しかしないですよね、道路から見える海って上からじゃないので目線的にはほぼまっすぐなので、どうしても海が綺麗に見えるような感じじゃないですか。まあ、やっぱ別に混んでる理由は分かりませんね普通に見えない、普通に混んでただけです。こんな混むのかな、平日こんな混むんでしょうか。平日来ないこともないんですけどね、パルコに混んでると思いませんでした。ということで、パルコシティを越えていきます。今日はパルコシティの向こうの駐車場が空いてるか、これ閉まってたらどうしようかな、空いてることを願って、閉まってたらユイの町まで行くか。ユイの町、浦添市のあれなんていうんだろう、なんかいろんな、セミナー会場とかがあるところがあるんですけど、国立劇場の前ですね、まあ、国立劇場の公園の駐車場でもいいのかな、組踊りとかの国立劇場もありますので、その辺りの駐車場までこのおまけ動画も配信したいと思います。配信って、ライブ配信じゃないんですけど、録画配信ですが、こちら左手パルコシティでございます。パルコも休業宣言解けて、そして今日これ動画上げてる時は多分金曜日に上げるつもりなので1日ですよね。緊急事態宣言どうなってるかもう決まってますよね。どうなってるんだろう。緊急事態宣言は多分解除される、昨日の月曜日のニュースで政府的にはもうマンボウ緊急事態宣言をなくすって言ってましたけど、そして沖縄県はどうなるんでしょうか。知り合いの代行のシステム作ってる会社の人、ここ実は9月15日ぐらいから代行の利用率がめっちゃ上がってるらしくて、もう緊急事態宣言前の範囲ぐらいまで広がってたらしくて、なのでちょっとこの2週この週月末ぐらいから危険だなっていうのを挙げてたんですが、ちょっとその辺気にしながら行きたいと思います。何の話してるのか分かりませんが、ということで、あのここ駐停車禁止なんで危ないんで、停車も危険ですので、あの停車してもおわりさん来たら捕まります。駐停車禁止でございます。あ、やっぱ公園閉まってる公園閉まってましたね。ここの公園でちょっと失礼しました、喋れすぎかな。この右の海側から配信しようと思ってたんですけど、ここの駐車場は緊急事態宣言中閉まってるか、上地の方が空いてたんで空いてるかなと思ってたんですけど閉まってますね。海は全然見れない配信になりそうだな、ライブ配信。ということでこの辺どうしましょうかね。ということで組踊りの国立劇場まで行きましょうかなんかめっちゃ無くな、そっかえ、ちょっとお茶ああ失礼しました。もう今のところでやめればよかったのか、ライブこの録画配信は。ああ大丈夫かな、ライブ配信いきなり喉がつっかえてましたが、こちらの、なんていうとこでしたっけ、この辺浦添と那覇の境目ですよね。入島か、西須って書いて入島だったと思うんですけど、西が沖縄が、まあ、いろんなところの地名になってますけど、太陽が、まあ、いるっていうことで入島ですね。いるって読むんで、名前とか地名とかも結構、西原とかじゃなくて入りばるって読むか、あれ入りばる中城村南、あれは上原ですね入りばるってどっかにあった気がします、覚えてないですけど
長くなってるということで、この辺で終わりましょうかね。ちょっと駐車場に悩みそうな気がするので、ちょっと配信というか動画撮影はこの辺で終わりたいと思います。ということで、またまた突然終わりますが、あちらが国立劇場ですね。国立劇場の方まで行くと思いますが、15分経過したので、録画配信はこの辺りで終わりたいと思います。ちょっと辛口、あまり辛口できませんでした。できたのかな。ということで、ありがとうございました。青になっちゃった。それではさようなら。ありがとうございました。さようなら。